え皆さんこんにちは、えー、エクスプレス北国です遅くなりましたが、えー、明けましておめでとうございます、えー、2021年もエクスプレス北国をよろしくお願いいたします、えー、さてですね、えー、久々の声出しですけれども、えー、まあ今日の目的はですねまあ、また年明けて、えー、新年早々ですけれどもまぁ、あ、ちょっとあの コロナウイルスがまだ感染者が増加傾向にあります、まあ、前回、えー、前回じゃないですかね、えー、この前東京1都3県にも緊急事態宣言が出されました、えー、またですね、まあ、私が住んでる大阪府も近々緊急事態宣言になる可能性があります、まあ、大阪吉村府知事もですね まあ、可能性というか、まあ、緊急事態宣言を出すという方向になっていますのでまたですね、まあ、近鉄動画を上げてますけれどもそういった撮影にも支障が出てくると思っております。ですのでまた昨年の4月5月に、まあ、全国に緊急事態宣言が出されましたがあの日と同じようにですねあの今後もを 継続していく上で、まあ、動画は動画を上げなければならないので、まあ、地元の駅というか。大阪府内でえー、まあ、駅の撮影とかそういうのになんとかやっていこうかなと思っておりますので、まあ、どうかよろしくお願いいたします。まあ私、私自身のチャンネルも <laughs> まあ他の方がやられているようなまあ、youtuber とか何万人規模じゃないですので、本当に何千人規模であっても。 わずかながら見、えー、てくださっている方々にも、えー、あれ、このチャンネルどうなってるのかなとか、まあ、心配、ね、なされる可能性もありますので、まあ、週にたとえ2回、3回であっても、継続していこうっていう、コツコツとやっていこうっていう、まあ、そういう姿勢を続けていこうと思ってますので、まあ、どうかよろしくお願いいたします。えーまあ、今回、まあ、動画を続けていいくよっていう まあ声出し動画であるんですけれども、まあ、何を話そうかと思っております思っており、えー、考えた結果 <coughs> まあ私は住んでる大阪府のまあ、えー、実際に住んでる市なんですけども東大阪市というところなんですけどもまあ簡単に東大阪市といってもすごく大きな、えー、<coughs> 都市でありますまあたい 48万49万人住んでますので非常に大きな市であります。えー、東側はまあ、奈良県生駒市と接しており、まあ、西側は大阪市となっております。まあ、非常に大阪市にも近いし、奈良市にもえ奈良県生駒市にも近いんでね。あの大阪市内、奈良県奈良市にも非常にスムーズな、えー、都市機能を持っている都市です。 また簡単な本当に簡単な地図を書いてきましたのでまあこれでまた説明させてもらいます、はい、まあ今広げているのが大阪府本当に簡単にすいません大阪府なんですけれども、まあ、こっちが大阪はなっており大阪市ですで西側は奈良県ですで北が京都、まあ、兵庫県 まあ大阪南部が江和歌山江和歌山県になっています、まあ、東小高市は本当にこの生駒山脈にと隣接しておりますのでこっち行くと奈良県生駒でこっちが大阪市になっています、まあ、私が住んでるところでも、まあ、基本鶴橋とか難波までは大体20分ぐらいで行けます生駒も20 15分ぐらいですね まあ、西大寺とか奈良になりますと、まあ、30分40分かかりますそれでも結構奈良公園とかまあ西大寺奈良県奈良公園とか東大寺とかも結構便利です京都になると西大寺までで近鉄京都になるのかあるいはもう鶴橋大阪まで出て新快速で京都になるのかまあどうやって行こうかなっていう交通手段も結構 <laughs> 何で行こうかなとか悩んだりします。そしてまあ東海道線なんですけども、まあ、こちらも本当に簡単に書かせてもらいました。まあ、今僕が上げている動画では結構あの近鉄奈良沿線が多いんですけれども、まあ、なんで奈良線が多いんかと言いますと、うん、結構直線で駅取りでも撮影しやすいんですよね。であと近鉄大阪線もいいんですけども、やっぱ本数が多いですよね。 あと特急の階層とか東花園に車庫があるんで、まあ、そういった営業を終えた列車が難波から折り返して、まあ、東花園に帰っていくそういう電車もあるのでまあ見飽きてほとんど見飽きない様子ですね。そしてあと東大阪市というのは非常に交通結構東西による交通網が発達してるんですね。 今は大阪東線っていう JR がありますけどもこれができる前は非常に南北があのちょっと軟弱な都市だったんですけどもこの大阪東線ができてそして新大阪まで開通したことによって、まあ、東大阪市から新大阪が身近になったということですね。あと。 京阪那線は大阪メトロ中央線と直通しているので、うん、まあ、えー、森の宮とかあと境筋本町とか市内にも、えー、一本で直結しているので非常に、えー、優れた路線になっていますまあ近鉄奈良線の代、まあ、役という形になっています京阪那線は近鉄奈良線の生駒と合流してここから学研奈良富ヶ丘というまた 住宅地ままで、えー、走っておりますそしてもう一つが学顕都市線ですねあの JR 片町線と言われますこの片町線もまあ帆田駅だけなんですけど徳は河野池新年だけなんですけどもこちらも京橋また北新地 JR 大阪梅田そういったにも、えー、一本でつながるようになっていますですのであの東大阪市は本当に大阪市から本当に 通勤通学が便利というまあ本当にベッドタウンになってますまあ私も、えーまあ、東大阪に住んでますけれども確かに南北はちょっと交通も弱いなって思う部分があるんですけどもやはり大阪市内までもうすぐ出られるっていう形が非常に嬉しいですねあとだいぶ先にはなるんですけれども、えー、東大阪市の,阪市の,その、えー、近畿自動車道っていう道路が こう走ってます。で、同じく大阪府道大阪中央環状線まあ住んでる方は中間中間って言うんですけども、非常に大きな道路があります。片側5。車線の道路、その上に近畿自動車道が走ってます。今、大阪モノレールが。えー、門真市までですね、えー、来てまして、そこからえー。ちょうどこの若江岩田と八重の里の間に。 非常に大きな交差点がありますそこが雨竜堂というところですねそちらまで大阪モノレールが、えー、延伸される予定というかほぼ決まりましたですので <laughs> この徳番と光の池神殿の間ここを貫いて荒本を通ってちょうどここですね真ん中八重里と歌江の間に雨竜堂という駅が、えー、開通する予定です、えー、ここままで来ますと本当に 摂津吹田千里中央、まあ、そういうところまで一本で行けるという、まあ、非常にこれができますと本当に難、まあ、波まで出ずにちょうどこのウリュウードで乗り換えて大阪モノレールで大阪北雪豊中まで一本でつながるという本当に嬉しいと思っております。 えー、これが出ますね、本当に伊丹空港も近くなりますから、えー、まだ本当に開通するのは本当に5年以上先なんですけれども、まあ、私もいいおっちゃんになっていると思っております。まあ、開通まで待ち遠しいですね、本当に楽しみにしております。ということで、すねあの私が住んでいる東大阪市をちょっとまあご紹介させてもらいますけれども。<laughs> 本当に大阪都心とアクセスが近くでとか言いますと平和小坂の下の八尾市もそうなんですけれども本当にあのいい街だなと思っています。あともう一つありましたねあの花園ラグビー場がありますね前回あの高校ラグビーね行われましたけれども残念ながら大阪勢は <laughs> 敗退いたしましたけれどもまあ準、えー、決勝戦で 東印学園と京都青少の決勝が行われて神奈川代表の桐蔭学園が2年連続優勝という形に終わりました <laughs> その前はですねあの2019年昨年ですけどもまあ、日本代表が活躍しましたラグビーワールドカップこちらもねあの花園ラグビー場で、えー、2試合かなちょっと忘れましたけども2試合から3試合試合を行いました非常に盛り上がりましたね、まあ あの住んでる都市で本当にこんなワールドカップが行われるなんて夢にも思いましたけれども本当に実現とな,ってなりましたねちょうど試合の日に見に行きあの中にはちょっとチケット取れなかったんで入れなかったんですけども雰囲気だけでもちょっとラグビー場行きましたも非常に世界各国特にヨーロッパの方が多かったかな、まあ、身長もすごく高くてあのあ本当に行われてるんだなと。 本当にあの活気ががあありました、まあ、残念なららねあれから一点ちょっと2021 0 0年年年は残念なになにりました、まあ、今年ですね2 2年またどんな年になるのかちょっと今は非常に寒くて乾燥している時期で本当にウイルスにかかりやすい時期なんでね自分はかかってないと思っててもやっぱりちょっとこう無症状になってないかなとかこういうちょっと心配を持ちながらあのウイルスに気をつけてあの行動を していきたい一人一人自覚を持って行動していきたいと思っておりますまたこの3連休もちょっと出かけようと思っていましたけどもやっぱ感染者数が増えてたんでちょっとできなかったんですけどもちょっと落ち着いたらまたねあの近鉄で日の鳥や島風に乗って名古屋とかね伊勢島とか行きたいなと思っておりますまあ、ちょっとこういうちょっと今日は東大阪市に大阪府の東大阪市についてちょっと 簡単にお話しさせてもらいましたけれども、ぜひ、またトップリーグも始まるんで、ちょっと雰囲気だけでも、ぜひ東大阪市に、えー、ちょっとでも足運んでもらえたらなと思っております。ではですね、まあえー、今年2021年も、あのー、エクスプレス北国、もう北国でもいいんで、北国チャンネルをどうかよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。 よければチャンネル登録一人でも多くの方チャンネル登録をよろしくお願いいたしますでは失礼いたします